難読漢字とは読み方がつくづく時空など、表外のものであったり、東洋漢字外の漢字や黒字が入っているために、一般の人にとって読みにくい漢字系文字の総称。日本では特に一般の日本人にとって読みにくいものを指す。難読地名、難読人名の要例一覧も参照。そもそも漢字は数が数万字以上、ユニコードが7万字を収録。詳細は、 漢字の高算書をあり、また、部品から正確に読みを知ることは困難で、読みも一種類でないことが多いため、学校や一般社会であまり使われない漢字は、まさしく読むことが難しい性格の文字である。人によって読めない漢字は一定ではなく、どれだけの人が正しく読めないと難読と言えるのか、明確な基準があるわけではないが、少なくとも過半数の人が読める字は、難読とは呼べない。また、 読める人の比率は、時代、流行、通信技術などの要因で常に変わっており、恒久的な基準があるわけでもない。日本では、日本漢字能力検定や日本語検定において、熟熟に当て字についての出題がある。かつては、バラなども、難読漢字の典型的存在であったが、そうした代表格として、頻繁に引用された結果、一般にはこれを難読とはしない姿勢が強まるという、 パラドックスも生じている。また、もともと漢語を表記するための漢字では語の熟字くんとして読ませているため、難読であるが、中国人にとっては部品を見れば、およその音が推測できる形成漢字が使われており、中国語圏では書くのは煩雑な字であっても、難読とは言いづらい。他にもよく知られた難読字の例としては、画数が最も多い告示であるが挙げられる。 これも極めて珍しい名字であり、かつ一般に使われる文字ではないため、当初は難読に属するものであったが、ブトロン COOS の長漢字が多漢字を使用できることをアピールする目的で、看板的にこの文字を使い、一部では非常に知られる文字となった。中国語においても百姓読みのような部品に釣られた読み間違いをしやすい。 漢字、破音字と呼ばれる複数の読みがある漢字、知らない部品から構成されていて、読みが想像できないような漢字は難読な漢字では、あるが、多くは、難字と呼ばれる。黄色期肘記燃料、工業基地長虫大箱タンポポアジサイゲンゲパン、金字と金門京最中、単木筒底を荒らじいタわさ強制、豪断当たら筒持たせわざわざ縦脇腐車副部領、ちょわられみぞれリ。 石伏魚くすぐる、アユヘド保護ウイロウ腐蝉神明一寸法師殿革舞う、集まるうららか工事を帝帝へそよぐ。ありがとうございます。